自民党単独過半数に合う公明党推薦なし危機候補まとめということでですねこちらについて触れていきたいなと思います。はいえー、昨日、ですね衆院選の公示日を迎えましてもういろんな、ね、出来事が初日からありましてものすごく盛り上がっておりまして僕もね、まあ、アドレナリン全開でもう衆院選期間中ね、まあ、動いているんですけども、まあ、そんな中で、まあ、自民党がですねこれ単独過半数は じゃないかって予想されている方がかなり増えてきておりましてでさらにこのね かなりやばい状況の中で、まあ、公明党の推薦がついていないっていう方が結構ですねいらっしゃいますとはいまあそれこそですね、まあ、公明党でかなり不祥事とかにも厳しかったりするんでまあこのお金の問題とか書いてる人には元々応援しないみたいな流れがあったりするんですけどもただあれ結構なんかこの裏金問題でかなり処分されてる人にもあ実は推薦ついてるなみたいな方もいらっしゃる中でえ逆になんでこの人ついてないんですかみたいな人もいたりするんで今現時点で僕がこの収録時点で公明党の推薦 推薦ついていないえ、ちょっと自民党の賞をまとめてみました。で、公明党の推薦がついていないってことはまあ、2万票とかのんないとか、そういったお話になってきたりとかえ接戦区で競り負けるとか、そういったお話もねなってくる可能性があるんでえ、そちらについて触れていきたいなと思います。はい、えっとまずですね。北海道9区ですね。はい松下秀樹さん。 えここの選挙区っていうのが不祥事選挙区になるんですけどえ前まで,です、ね、堀井学さんっていうスピードスケーターの方の選挙区になっていて香典問題でね辞職をされてみたいな形で、まあ、公明党はです、ね、不祥事が起こった後の選挙区に関してはそんなに応援しないみたいなえとこもあってでしかも松下秀樹さん急遽擁立されたんで、まあ、話し合う時間とかも、ね、そんなになくて、まあ、北海道9区に関しては公明党の推薦につかなかったのかなと、はい、で前回そもそもこの選挙区は自民党負けている選挙区になるんで、まあ、ここはもう無理 なのかな？という風には個人的には思ってます。はい、ええー、続いて茨城5区ですね。はいえー、ここは石川秋松さんという方なんですけども、えっ、ー、とこれ実は？全 今回のの衆院選も公明党の推薦についいてないんですよでここの小選挙区前回勝ったのが国民民主党の浅野聡さんですね、はいまあ、あの前回共産党も出ていて、えー、まあ共産党がねいる中で野党一本化しないでも勝つことができましたよというですね、まあ、そこの国民民主党が今の路線をです、ね、突っ切るような自信を得た選挙区になっているんですけどもでこの浅野聡さんって実はまあこれ公明党の推薦が石川さんについていないこともあって公明党のーソーが一部ですね前回の衆院選 浅野さんんに流れてるんですよ、まあ、それもあってですね、小選挙区勝ったっていう、まあ他にもローソンで、ね、日立がものすごく強いエリアだったりもするんで、まあ、そんな状況の中で、今回も石川さんが公明党の推薦についていなくてえ、さらにこの自民党の大逆風というところを考えると、浅野智史さんにとってはかなり追い風になるような展開になってきてるのかなというふうには思います。はい いで東京7区ですね、はい、えここは丸川たまさんがいやまさか公明党の推薦ついていないというです、ねまあ、そういった状況になっておりましてこれなんでなのかっていうのが、えー、分かっていないんですけどだって他にもですねいったらお金のい、まあ、ったら丸川たまさんは、えー、不記載の問題があって、えー、そこで、まあ、実際ですね、あのー、比例復活当選できないという状況で、まあ、そこのね、まあ、議員ではあるんですけどただねいろんな不記載裏金って言われてる人たちがどんどん推薦を得てる中でしかも丸川たまさんの選挙区ってもうすごく接戦区って言われて いててい注目をされておりますとえそんな中で公明党推薦つかないとここはちょっとどうなってくのかなとえ昨日ですねまあ、有名なえ大物政治家落選危機器まとめ動画で丸川珠まさんで紹介しましたけどもいやここはかなりピンチになってるんじゃないかなと思いますはい、えー、そして東京23区えここはですね元と小倉さんというですね、まあ、本当に、えー 将来の、まあ、総理とかをね、まあ、活されていた、まあ、ホープと言われていたですね、えー、方が、急遽体調不良になってしまいまして、まあ、子ども担当とか大臣やられていた方なんですけども、えー、その方の後継として、吉原さんってですね、町田市相選挙で、まあ、ちょっと自民党の応援もありながら、現職首相に負けた方が擁立、えー、されました。はい。で、ここの対立候補は立憲の方ですね、普通に、あの、伊藤さんとかもね、強かったりもするんで、 まあ、ここはちょっと東京23区公明と推薦ついてないってなると、町田に関してはですね、ここは、え立憲が帰っていくんじゃないかなと思います。伊藤俊介さんがちょっと有利な展開になるんじゃないかなと思います。はい。えー、続いて神奈川4区ですね。はい。えー、ここはマザームーンの選挙区になっております。山本智弘さんですね。はい。 まあ、統一教会のね、ハン・ハクチェとかにですね、まあ、のマザームーンって呼んでしまって、大炎上するっていうのが、まあ、この統一教会の時のこの目玉、まあ、一番ね、よく報道されていた方の一人であるんですけども、まあ、そんな中で今回、公明党の推薦がつかないという状況ですね。は で今まではですね保守分裂、浅尾慶一郎さんという方と山本智博さんが保守分裂して、立憲民主党の早稲田幸さんが玉の利でね当選するという流れだったんですけども、浅尾慶一郎さんが参議院議員になりましたので、保守が一本化されて、ようやく、ね、早稲田幸さんと山本智博さん、い、まあ、ったら自民対立憲で一対一で戦えるぞって状況の時に、マザームーンが出てきてしまって、えー、そして今回もちょっと厳しいという形ですね。たただ直前でで比比例例認められれんであの頑張ればてかあの自民党の比例 留学次第では生き残る可能性あるんですけども。もはい。まあ、その中でちょっと注目でございます。はい、え続いて。神奈川10区小泉慎次郎さん。まあこ 公明党の推薦なくても,もう絶対勝つんですけど、えただですね、小泉新次郎さん、公明党の推薦ついてないんですけど、新次郎さんは逆に公明党の応援には入っております。はい。まあいろんな方の応援入ったりしてるんで、はい。まあただ推薦なくても勝てるという、ただそれだけの話ですね。はい。続いて神奈川地枠ですね。え、ここ山際さんの選挙区になっておりまして、まあここもね、多分統一協会で、えー、推薦受けられてないのかなっていうには思いますね。はい。 まあここ山際さんもねですね統一教会が一番主流の時に大臣を務められていてまあそこでですね結構過去の。 関係性だったりとか、そういったところをかなり追求されていた、えー、方になっていて。で、今回ね、まあ、この公明党推薦につかないと、えー、神奈川重8区、今ね、野党別に乱立していて、こう山際さんの選挙区で、この野党の乱立状況もったいなくないですかっていうですね、えー、そんな状況だったんですけども、えー、山際さんもですね、公明党推薦についてないんで、ここは重8区どうなのか、えー、注目でございます。はい。 続いて静岡ッ区ですねえ、ここは不祥事選挙区ですね、まあ、稲葉大輔さんという方で、まあ、元々とすね塩谷龍さんの選挙区で、まあ、前回もね小選挙区、まあ、の立憲民主党の源馬さんに負けた選挙区であるんですけども、まあ、さにですに、ね、今回、公明党の推薦つかずに、で塩谷龍さんがい、ねまあ、たら、安倍派の裏金のところの責任を持って離党処分を受けるみたいな、えー、ところもありまして、まあ、そんな中で、えー、新人が出てきたんですけども、公明党の推薦つかないと、ここはもう源馬さんが有利な展開なのかなと思います。はい、えー 続いて、愛知タンクですね、まあ、ここも不祥事選挙区です、はいえー、ここは前回の安倍派の裏金疑惑の時きに、い、まあ、ったら逮捕された3人のうちの1人ですね、はいまあ、起訴された、えー、選挙区のところで、まあ、ここ、池田さんという、ねえー、方が、い、まあ、ったら金額が大きかったということでやられていたわけなんですけども、えー、そこにです、ね、新しく、えー、擁立されましたと。はい なので、まあ、不祥事選挙区なので公明党推薦ないのかなというのは思ったりします続、はい、いて愛知国、ここ現職なんですけども,もう現職の金田さんがです、ね、税金の未払いみたいなところで、まあ、文春法とかでやられていた方になっていてでかつです、ね、この不祥事だけじゃなくてそもそも地元の自民党議員が応援してないんですよ。結構仲悪くて毎回です、ねまあ、あの党本部に、まあ、公認の、ね、差し替えだったりとか で、別の章をですね、直前にもう出そうとする動きとかも見せていて最終的にはこうしたら出さなかったですけども、まあ、ここはですね、愛知県議会議員の水野富雄さんっていうですね、あの、愛知県議会のドンって呼ばれてる方もいらっしゃったりして、で、そこのドンと神田さん関係性悪くてみたいなえっとこもあったりとかもしていて、まあ、本人のこの不祥事、そして、自民党の裏金の問題、で、地元の自民党の議員も応援していない、そして公明党の推薦がないってなると、いやもう愛知国は、前回ですね、小選挙区立憲、負けてますけども、はい。 えー、ここに関しては立憲が勝つ展開なのかなと思いますね。はい。そして和歌、えー、山一区ですね。はい。ここは山本大地さん。ここはですね、公明と推薦を受けてない。これ新人の方なんですけど。 で、前回、和歌山に行くといえば、加藤博美さんが出ていて、この時は公明党推薦についてたんですよ。え、そこはついてないってなると、まあ、前回ね、補欠選挙で維新が、えー、初めて勝ちましたけども、今、関西圏で維新がこう勢いがなくなっている中で、公明党の推薦がついてない山本大地さんと、え前回ですね、補欠選挙で勝ったけど、維新の勢いがなくなっている林美さんのこの戦いっていうのは、えー、注目ですね。はい、続いて和歌山に行く。ここはね、二階のお部屋さんにも推薦ついてないです。えー、前回は二階敏弘さんには公明党の推薦ついてました。 これも、なんかそういったですね、まあ、あの、二階派のお金の問題っていうところでついてないのかどうかっていうのは分かんないんですけども、まあ、世耕さんも二階さんにも両方ともついてないってところなので、いや、ここをですね、まあ、公明党上積み票がない中で、え、最終的にどうなってくる和歌山君は二区はかなり注目の選挙区なので、えーち、ここはですね、 いやー、でもなんかね、結構僕の YouTube のコメントなで、世耕さん勝ちますよって地元の方の声が多かったりしていて、さらに公明党の推薦につかないと。いや、これはちょっと世耕さんあるかもしれないですね。はい、続いて大阪重圧ですね。はい、えー、ここは内田さんですね。ここは、えっ、ー、と、元鳥取県議の方が、急遽大阪重圧に来られております。はい、一回演歌歌手の、えー、尾形大作さんというですね、方が選ばれていたんですけども、えー、なんか活動量不足みたいな、えー、形で、えー、支部長を解任させられて、 てしまいました。はいえ。そこで、鳥取県議の方が急遽擁立されたという、えー、形なんですけども、公明党の推薦がついていないという、えー、状況なので、まあ相手はですね、まあ維新の遠藤さんでそもそもめちゃくちゃ強い方が相手なので、まあちょっと大阪ジャックはもう遠藤さんの、えー、公明党推薦ついてないし、しかもね、公明党の天敵ですからね、維新は。でも、 そこでもね、大阪10区でも公明党の推薦がついてないのは18区っていう、えー、形になっております。はい。えー、続いて福岡3区ですね。えっ、ー、と、小川さんですって、これ前回もついてないんですけども、今回もついていないっていうような、えー、状況になっております。はい。だからこの福岡県内でもね、何人かついてない方がいらっしゃいまして、一人が福岡9区の麻生太郎さん。まあ、麻生ではね、まあ公明党の推薦、えー、つかなくても勝てますけども、そしてもう一人福岡10区の吉村遥さんですね。はい。 え、福岡十区は前回ですね、立憲の、えー、木井隆さんが、え、小選挙区買っていて、で、福岡十区に関しては今回ですね、自民党がちょっと保守分裂みたいな形になっていて、北九州になるんですが北九州の小選がね、まあ、前回、ね、え、ちょっと割れたりとかもしておりまして、でね、まあ、言ったら自民党は、まあ、負けた方をね、えー、精一杯応援したんですけども、こう自民党から離れたメンバーっていうのが、 えー、2人ね、えー、いらっしゃいまして、その人が今のね、あの竹内賞です、ねはいあを応援したりとかも、えー、していたんですけども、えー、そのとに出ていた大石仁斗さんというです、ねえー、市議の方が、まあ、最終的に福岡10区の、えー、この公認争いのところには、党、ま、員、あのー、投票のところまでも持ってけずに、その前の段階の選考で落ちて、えー、そして無所属へ出ますというところを言われていて、で一方、 党員投票で勝ったのが吉村遥さんで、この大石さんと吉村さんが2人ですねこう出るというような状況になると、保守分裂でキーさんのチャンスもあるというような形なので、でしかも公明党の推薦がつかないとなると、これどうなっていくのかというのは注目でございます。はいえー、そして熊本一区、木原さんですね、木原さんも前回推薦ついてなかったと思うんですけども、えー、ここもついてないですね、ちょっと木原さんの理由が続きません、ちょっと分かってないんですけども、はいえー、ついてないという形になります。鹿、はい、鹿児島安岡さんここ鹿児島島二二区区さんここはですね まあ激戦区にやっております最後まで自民党の公認が誰になるのかっていうのが分からないという状況で、まあ、前まで鹿児島県知事だった三田園さんっていうです、ね、方が前回無所属で受かっているんですけどももうずっと自民党にね入るような動きを見せていたんですけど最終的に自民党に入れずみたいな形になりましてでもね最後まで自民党はどっち公認出すのかみたいなところは注目されていて最終的に安岡さんが公認もらえましたっていう状況なんですけどもいやーこれ公明党 この推薦がないといや、ここはですね。ちょっと三田園さんに風が吹いたっていう状況になるのかな。っていうのはちょっと思ったりしますね。はいまあ、鹿児島2区もかなり注目選挙区でございます。はいまあ、そんな中で結構激戦区でも公明党の推薦がついていなかったりとか。不祥事。選挙区のところにはだから、この裏金のところには推薦出すけど。 えそれ以外の不祥事のところでは、なんか公明党が推薦出さないみたいな、そういった傾向があったりとか、あと統一協会のところはね、えー、立っていなかったりとか、あと急遽擁立されたところに関しても推薦つけなかったりみたいな、まあそういった傾向があるのかなというふうには思います。はい。えー、そしてですね、えー、逆に、えっ、ー、と自民党がそもそも非公認になって、そして公明党も推薦ない方っていうえところですね。はい。福島3区上杉健太郎さんですね。はい。えっ、ー、と、もともとですね、関係一郎さんが、 の福島さんに出る予定だったんですけども、えー、自民党の非公認になってしまって、まあ、石破さんを応援していたのに、一緒にね、えー、朝食食べる中なのに、えー、公認を受けられず、えー、そして、えー、断念をされたと、でそこで今回、比例単独に回る予定だった上杉謙太郎さんが、えー、比例名簿に載せられないんで、今回、普通はってところ、われていたんですけども、えー、関係一郎さんが出なかったことによって、上杉謙太郎さんは、えー、この選挙区に出られましたと。はい ただやっぱ公明党の支持はもちろん受けられませんというところですね。はい。えそして埼玉6、これこ中根和之さんの選挙区になります。これも非公認でっていうところで。 ま、こ,こ相手、大島ついさんなので、そもそも勝つの難しいんですけども、さらに公明党の推薦がついていないという状況です。はい。え、そして東京9区。はい。今村さんいて方がですね、えー、最終的に2つ場になりまして、えー、菅原一周さんとこの保守分裂みたいな形はなんなかったですと。で、菅原一周さんはもう公民権停止明けに出られていて、さらに自民党にもね、復党できたっていう、えー、状況の中で出ているんですけども、公明党の推薦はないですよというところですね。はい。そして東京地区下村君さん。え、自民党の党員資格停止1年間というところで自民党の公認を受けられず、 といいう、えー、とこころでで今回公明党のの、ねえー、推薦がないんでこの東京11区、かなり激戦区とも言われておりますけども、えー、どうなっていくのか注目でございます。はいえー、そして東京19区、平坂勝恵さんは今までも、ね、公明党の推薦をもらっていないし、えー、自民党非公認でも公明党の推薦をもらっていない、えー、かつて山口夏男さんですね、公明党の前の代表の、ね、山口夏男さんにえ小選挙区で勝っちゃって、えー、公明党が恨まれているという存在なんですけども、平坂勝恵さんはまあ関係なく勝ちますと。で東京21区の小田和明さんここもです ちょっとかなり厳しいですよね、公明党の推薦がないと。はいまあ、立川市長選だったりとか、都議王選、立川選挙区とかでもね公明党の応援。まあこの え去年、東京都内で自民党と公明党がね選挙区を巡って争って、まあ、そこでね関係性がぎくしゃくしているときに、まあ、この立川で、小選がね東京29区内のえところで選挙があったんですけれども、まあその時と一緒でまあ公明党の応援がないという状況の中で、小田原さんしかも自民党の公認もなし、そして公明党の応援もなし、そこで戦わないといけないという状況でございます。はい えそして、東京24区、萩生田さんとこですね。まあ、今回ね、もう一番の注目選挙区みたいな形でね、まあ、昨日、野田さんがですね、第一声を有田女性さんの、<laughs> 東京24区、立憲民主の野田さんがですね、第一声やるとは思っていなかったんですけども、はい。はい、え、ここでね、演説をされておりまして、まあ、萩生田さんはですね、まあ、ここで、まあ、特にこの裏金の問題だったりとか、統一協会の問題も責められているという、えー、形の中で、で、しかもここはですね、 八王子といえば、まあ、創価大学があるところで公明投票がめちゃくちゃ強いと、えー、最終的にどうなるのか、えー、注目でございます。はい。えー、そして新潟2区の細田健一さんもですね、えー、終盤で自民党の非公認になってしまいまして、えー、そこで、まあ、無所属で、えー、戦っている。一応自民党のね、地元の方の応援を受けているんですけども、はい。 ちょっと公明党の推薦がないと、えー、今回ですね、小選挙区が区割りとか、選挙区が変わったりもしておりまして、相手がですね、えー、立憲民主党の菊田真紀子さん、えー、この方もものすごく強い方なので、えー、細田さんはかなり厳しく追い込まれていると。はい。で、福井肉はね、高木強さん、ここもね、保守分裂、高橋早苗さんの、ね、夫も出たりとかもしておりますので、まあ、ここのね、かなり自民党が割れたりとか、そして、ね、野党も分裂したりもしているんですけども、えー、そんな中で公明党の推薦がつかないとどうなっていくのか注目でございます。はい。まあ、世耕さんです。 先ほどちょっとお話し一方で、い、まあ、ったら自民党の処分を、ね、下っていたりとかあとちょっと公明党の応援を受けたことでちょっと注目になるメンバーというのが何人かいらっしゃいまして、えー、まず埼玉13区の三林宏美さんに関しては、まあ、前回活、ね、動していた、まあ、例えば三郷市だったりとか八潮市というところが含まれているんですけどもそこは、ね、次公明党の石井代表の埼玉14区が。 えー、選挙区に含まれておりますして、今まで三橋さん活動してたエリアが、えー、公明党の選挙区になるんで、まあそこもね、ちょっと協力関係というところで、えー、三橋さんは自民党から処分をね、えー、非公認という形で、自民党から出られないんですけども、えー、公明党の推薦を受けていると、無所属公明党推薦ってなっているという方ですね。はい。えー、そして東京中国、大空幸樹さん。えっ、ー、と、前回、まああの、江東区はですね、結構公明党荒れておりまして、て自民党が分裂していて、公明党は自主投票みたいな形でしたと。はい。 柿沢美斗さんと今村さんと戦っていて、公明党は自主投票で、でその後もですね、江、ま、東、あ、区長がこう逮捕されたりとか、柿沢美斗さんの買収とかの件でね、まあ、公明党は基本的には静観しているというような、東京15公選だったりとか、江東区長選挙とかね、あ、江東区長選挙は大久保さんを応援してましたけども、東京15区の。 オケツ選挙とか、えー、そういったたところには影響ありましんな中で今回自民党の大空さんで、しかも自民党の中でもリベラルな、えー、方になっておりますので、まあ、公明党とね、考え方かなり合うんじゃないかなと思うんですけども、えー、コメンテーターとかやっている25歳最年少の大空幸喜さんに、えー、公明党の推薦がついたんで、これはですね、東京15区に大きな影響を与えるんじゃないかなと思います。一方ね、坂井夏美さん、立憲民主党に関しては、結局共産党がまさかの降りずってですね、えー、これは僕、予想で絶対降りると思ったんですけど、降りなかったですし、で坂井夏美さんなんか連 連合の推薦もついてないみたいなね、えー、感じになっているんで、いや、これちょっと東京15区、大空さんにとっては、かなり追い風の展開になっているのかなと思います。はい。えー、続いて兵庫9区、これ、西村剛さんですね。はい。西村さんはね、もう早めに説明とかもね、えー、やられてたってところで、まあ、無所属、そして公明党推薦っていうような、えー、形になりました。はい。これ、兵庫9区はね、も、ま、う、あ、かなり注目選挙区だと思うんですけども、はい。はいえー、公明党票が、えー、乗ると。 いや、これはちょっと強いですね。はいえ。そしてですね、これ一番衝撃的だったのが、福岡九区。えー、三原麻人さ,さんですね、えー、疲れました。はい。で、福岡九区といえば、元と大江聡さ,さんが、えー、ずっとですね、まあ、自民党の高賀懸念とかは、まあ、党員投票とかも行って、もう大江聡さ,さんね、参議院議員がく替えできますみたいに言ってたんですけども、麻生さんがですね、もうく替えするなみたいな言って、えー、そこで、まあ、あの、三原さんは、えー、 ね、最終的には、まあ、大江さんがです、ね、参議院議員だったのは、くら替が全然できずに、で三原さんも、えー、党員・投票で負けたんですけども、えー、無所属でいいから出るっていうふうにもね、えー、言われておりまして、だから福岡9区っていうのは、自民党のね公認候補っていうのが、まあ、いないで戦わないといけないっていう、最終的に、えー、大江さんもね出馬を断念されまして、福岡9区は自民党の候補はいないんですけども、えー、そんな中で、まあ、先ほどね、えー、福岡10区のお話がありました、まあ、大石仁人さんと三原麻さんという方が、今のです、ね、竹内北九州市長を応援していため メンバーになってておりまして、まあ、その中で公明党の応援がつくと宮浦浅さんがどうなっていくのかというのはえ注目かなと思いますね。はい まあでもね、大家 VS 三原で争っていたんで、まあ大家さんの支持者が、じゃあ三原さんに入れるのかというと、多分入れないんじゃないかなというふうにも <laughs> え思ったりもすので、ね、だから自民党の賞三原さんではなく、緒方麟太郎さんとかそっちの方に入れる可能性あるのかなというの、ね、は思ったりするんですけども、はい、ここの動向っていうのもちょっと注目、これは結構びっくりしましたね。はい、ということで、えー、ざっとですね、ちょっと公明党の推薦なしの賞、えー、まとめさせていただきまして、お話しさせていただきました。はい、まだね、なんで推薦出てないのかとか、あと最初 最終的に出る可能性もね、えー、あるかなというふうに思ったりするんで、えー、最後までちょっと見守っていきたいなと思っております。えー、またですね、えー、衆院選期間残りですね、えー、ありますけども、えー、毎日毎日、まあ、12日間とね、衆院選短いんで、えー、毎日楽しんでいきましょう、えー。ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。